行くわよ。離れないようにね。物語を落ち着いてやれば大丈夫だからね。行ってらっしゃい。試練は流される地で終わる。私はこれか、掘り起こす。これか、サポート効果を掘り起こす。これだな、サポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。これから行われるのは生贄だ。お前ジョニー・ジョースター、試練は流される地で終わる。ドジャーン、連れて戻ってきた。そら、みんな私だ。なんだって、やばそうか。爪の方が回転してる。戻れ、方針。かなりムカついたぞ。光栄に思うがいい。だそりゃ、この隣の場所に自由に入ってこれるのはこの私の能力だけだ。ゆっくり足を上げる。ゲームアウト。パーフェクト。この私が最初のナプキンを手にしたぞ。方針。ファイト。かなりムカついたぞ。タスク。かなりムカついたぞ。戻ってこい。これは何なんだ。それスローダウンさ。お前は邪魔している。なんだって。光栄に思うがいい。この隣の場所に自由に入ってこれるのはこの私の能力だけだ。ゆっくり足を上げ。なんだって。正当な防衛だ。何が起こっている。タスク。今この私が基本になった正当なる防衛だ。まさか私の体に何が起こっている。試練には必ず戦いがあり流される血がある。試練は強敵であるほど良い。おい、ジョニー、ジョニー、こっちだ。そういうことなら、そういうことでいいんだ。俺の本名は、約束したよな。誰にも言うなよ。じゃあな、元気でな。との死闘に勝利した。だが息をつく間もなく別の次元から現れたディオによって聖なる遺体を盗まれてしまう。ジョニーとディオの聖なる遺体をめぐる攻防はバレンタインから前もってジョニーの能力を知らされていたディオが制した。ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。無駄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 無
しかし遺体を地下シェルターに封印しようとしたディオは待ち構えていたルーシーにこの世界のディオの首をぶつけられ消滅するのだった。遺体はあなたのものではないわ。この俺に向かってこんなことを。勝利者はこのディオだ。やめろやめろ。こうして真の主催者と総合優勝者が行方不明となったものの、4ヶ月にわたって行われたスティールボールランレースは大成功のもとに閉幕した。レース後ジョニーはジャイロの遺体と愛馬バルキリーを彼の祖国に送り届けるための船路に出る。これは再生の物語。自分の両足で甲板に立った彼は過酷なレースのことを思い返しながら航海の無事を祈るのだった。この大西洋を渡って家に帰ろう。家に帰ろう。